3月25日に大阪梅田スカイビルでインディーゲームの展示会ゲームパビリオン JP が開催されました。会場の雰囲気やイベントの様子などゲームクリエイターズギルドも出展してきたのでその様子をお届けします。会場は JR 大阪駅から徒歩7分梅田スカイビルの10階アウラホールです。ゲームクリエイターズギルド一同は9時ごろに会場入り。会場はワンフロアを広く活用、180のブースが出展しています。窓がとても大きくて開放的。ゲームクリエイターズギルドはゲームクリエイター甲子園の作品を展示。場所は会場に入ってまっすぐ行って少し左、講談社クリエイターズラボさんと京都コンピューター学院さんの間。ゲームが遊べるように設営もバッチリ。まこちんがお話ししてます。講談社クリエイターズラボさんとは仲良しです。動画編集したり一緒に学校を回ったりしてます。講談社クリエイターズラボの全万円を支給するオーディションにはゲームクリエイター甲子園2021の作品イブニストーンが合格していたりとつながりがとても深いです。ブースの準備はだいたい20分くらい。チラシやモニターなどきれいにトランクに入れてたからスイスイでした。時刻はですね、10時を回ったところで会場までは1時間切ったぐらいなんですけども、一旦僕たちゲームができると言われた甲子園の設営は、一旦終わりまして、ちょっとゲームゲタ甲子園出場者が出てるので、ちょっと朝の挨拶してこようかなと思います。ゲームクリエイター甲子園2022でゲームパビリオン賞を受賞したトイアラインのチーム。渡したのはイベントなど限定で配布しているスティッカー。ルカちゃんのイラストが可愛い。横には同じく受賞したギアガちゃんも展示。総合大賞も受賞した2022の王者。挨拶も済ませ、会場まで残り3分。はしゃぐしサイトスタッフ。これから終わりまでの6時間頑張っていきます。せっかくだから他のブースに遊びに行きます。3.30にスイッチ版が発売されるライクドリーマー。キュートでカジュアルなシューティングです。続いてはゲームクリエイター甲子園にも参加していたぐーたら AI サナのウイルス退治が進化したも AQAI。 戦略を立てれる RPG でやりごたえ抜群。同じくゲームクリエイター甲子園に参加していたヘソライダーさん。擬人化した勉強科目と受験生が戦うシューティングゲーム、ドリームで遊べるように公開したみたいです。鳥取大学電算研ゲーム開発班の波動対戦。波動で相手を吹き飛ばす対戦ゲーム。
道場主の名前も持つ宮田が大勝利。昭和のゲームセンターを思い出すような野球ゲーム。マコチン、169キロを打ち返せるか。次もまたいろいろなゲーム展示会に出展していきます。